ポケモンハートゴールドソウルシル、いやいや皆さんこんにちは、こんばんは、ということでアルマジロです。今日はポケモンをやります。今日もね、私が可愛いってことは、うわー、コミコ横にある、あそこ行けたことだよね。なんかプラッ、目と目が合う瞬間好きだと、めちゃめちゃ悲しそうな金玉おる。まあ、でもね、プラトタウンに迎えみたいな感じなんで行きましょう。お、なんかいる、ガキ、近くないか言われるよ、ちっちゃい子供に性的搾取は良くないと思いますってめっちゃ言われるわ。僕たちポケモントレーナーはね、声をかけたらポケモン丈夫。はいはい、たまに、きたー、さっきの金玉だ、一旦さ、たまに世の男性の方々、このね実況を見て玉を痛めてる頃でしょう。体当たりをします。岩盤こその玉がこれくらいってことでしょう。もう将来有望だよあんた。あんたが大将、いけ、わー、よえー、ポケモン強いな。大丈夫、お姉さんがいろいろ教えてあげるから、ポケモンシャーブ以外のことも。唾つけちゃった、コダック超バカそう。すごい、なんか検問されてる。あったわ、 PUBG とかでめっちゃ検問とかあったよね。なんか落ちてる。昔はさ、道端にエロ本とか全然落ちてなんだけど、最近とか落ちてないよね。エロ本買う人なんて少ないんじゃない最近。うわ、今なんかドーナツ食べたいし、こいつ捕まえとこう。パピモッチって言うんだ。タケミッチもいるってことかな。可愛いやつ1個くらいは入れなきゃいけないと思うわ。パピモッチの毛、どこの毛なんだろうな。昔男の子の友達が家に遊びに行った時に、めちゃめちゃチンゲ落ちてるなと思って、これめっちゃ落ちてるやん、数えようやって言って、じゃあ一番多くチンゲ集められた方が勝ちねっていう話したら、その男の子が自分のチンゲバーンと知り取って、俺の勝ちって言ってきたの、めっちゃ思い出したわ。こんな話した後に名前つけるのもなんですが、負けんよー、おい、マジロー、こっちこっち、どうしたのネモティア、もしかしてここポケモンセンターなの。ジョイさん、ジョイさんだっけ、ジョイさんだっけ、名前すーご。まあでもそうだもんな、チンチンも2回繰り返すからな。わざマシンマシン、わざチンチン、もうダメだ、分けてくれるって。5000もくれたんだけど、お金持ち。ネモちゃん今日もなんか可愛いね。おすすめの合言葉、レッツゴー、あるボタン。え、じゃあ連れて歩けるってこと。意外意外、レッツゴー、あるボタン、オーサム、オーサム、入籍いたしました。2回アルマジロとして夫婦生活やっていきたいと思います。いらっしゃいませ、わざマシンマシンです。本日のご用件は、甘える、おさむに覚えさせたい。おったよね、こういうブランドのやつ、昔のミゾピアノだっけ。ああ、喉いっぱい喉いっぱいって初めて聞いたんだけど、大谷翔平した時しかあんま言わん方がええぞ。とろけますよ、だからあのね、ショタもとろけてるんだ。え、待って、おさむがめっちゃ楽しそうなんだけど、かわいい。おさむ、え、どこ行った、そのおばさんがいんか。アイス食べれるって、チョコミントアイス、ソーダアイス、ストロベリーアイス、コジオソルトアイス、マンゴーアイス、マンゴーアイス一択じゃない、もうこれ。だってマンゴーやん。美味しいの用意しますね、だって。かわいい。え、かわいい、ちょっと待って、かわいすぎないか、今のだけで抜けるくない、今日これでいいや。こういうの見て思うんだけどさ、コープスパーティー覚え出すよね。その子たちはかわいそうな子たちなんだよ、絶対芝生見ていいなって思ってるわけじゃないでしょ。え、こっちのお母さんかわいいな。こっちなんか、ま、あ、ママママ一番親近感湧くママだ。今から学校、レポートをこまめに書いて気をつけていってらっしゃい。だんだんブサイクになって声が、あ、ウソップだ。なんか戦っての面倒だし、こいつ捕まえた方が早いんじゃないか。やったー、ウソハチだー。あんま嬉しくないな、イケメンの名前つけんのもなんかやだな。とりあえずこれにしとこう。絶対勝負しようの女の子だ、こんにちは。うえ、弱っ、わ、ガキだ。さっき捕まえたかっこいいポケモン見せてやるよ。こういうガキを分からせんの一番好き。ヒロキ、さっきお姉さん、お友達やっちゃった。ヒロキに大人のお姉さんのこと、うわ、やべえ。さっきの短パン小僧といいさ、亀出してきたり金玉出してきたり進化してるわ。さっきあの金玉出したけど、こっちも機械出してくるもんね。うわ、水鉄砲出してきた。ピュッピュじゃん、ピュッピュ、ナイス。短パン小僧にピュッピュされるところやった。カモカメ、池の近くで捕まえたんだ。水タイプは水場が好きなのか。お姉さんも一応水タイプではあるけどな。お姉さん一応頑張れば水タイプにはなれるよ。もしかして学校着いた？ねん、ペーロペン。カメラ起動できるわ。わあ、私が可愛い。おさむと写真撮りたい。おさむ、出てこい。写真撮ろう、写真。おさむ、おさむ、お前どこいんねん。おさむ、お前どこいんだ。おさむ、
寝てる起こさないで来た寝てる。え、これ既成事実とこれを拡散してもらいます。皆さんにはあ、ムキムキマッチョかっこいい。え、ちょっとこの配達員さん指名できないかな。え、妖精の風覚えたい。いいよいいよ、ケイ君は妖精だからね。学校だ、学生になれるんだ私。こんな可愛い女の子だったらモテちゃうんだろうな。おーい、マジロー、坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない。どれくらい強くなったか勝負して試してみようよ。来た。でもネモちゃんいっぱいポケモン持ってるって言ってたからな、どうなんだろうな。マジロ強くなってそうだし、今回は2匹で行かせてもらうね。リアルがとかだったらどうしようか。おすすめないです。おっさまに尻尾打ってんじゃないよ。タイプの相性ついてくるね。勝ちへのこだわり感じるよ。ついてくるとかあんま言わん方がいいけどな。負けに欲しがる。お前だ。私これ覚えさせるほかないでしょ。舌で舐める。パモってなんだ。あー、なりそこでね。マジロ楽しいね。私のとっておき使っちゃう。なにそれ。知らない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 、なにそれなにそれ、知らない。なにそれ、クソでかい一等杯なんだけど。やばい、おさむ生きるんだ、危ない。ママ大事な人に使うのはこれだ。頼む先に行け。やめた、頼む、おさむ死なないでくれ。おさむ、ウソップでいいや。もう頼むウソップ、頑張れ。何やってんだおい、ウソップ。すごい、テラストラ相手にそのままで勝っちゃうなんて。あ、そうだ、マジロはまだ使えない。バカンってきやがる。これが学校かな。門の向こうが学校の街、テーブルシティだよ。ん、うわー綺麗な街、学校なんこれ。髪型をいじれる。マジで、もっと可愛くなっちゃうな。お惣菜が美味しいお店もある。お惣菜みたいな。お惣菜屋さんじゃない。スーパーでお惣菜見るのにハマってまして、自炊するようになってからお惣菜コーナーは最高ですわ。意外と食いしん坊。はい、来た。うわー君、写真撮りたくない。マジ同感。JK もいると。 JK？ 本当に JK か。高校可愛いな。ちょっと女の子だからカレー行っときたいな。怪しめのおじさんだ。ポケモンセンターのお姉さん、回復するたび豆知識を教えてくれる。俺だけ特別なのか。キモいって。解釈一致。え、待ってさ、こうやってみたらまずいんじゃない。これ完璧にぶっ壊してる。これはまずいよ。なるほど、ここの料理食べると卵パワーが湧いてくるよ。子供生まれそうってことなんかな。人間で子供生まれそうなこと卵パワーって言わん方がいいもんな。生まれるってことでしょ。え、カップル。ふぅ、多分今ね、私とこいつ今同等だと思われてるわ。まだな、こいつって。準備しよう、いくつかあるけど、ホームいくつかある、準備しようって話。可愛くなっちゃう。え、可愛い、これ可愛い、モテ、わー可愛い。何歌ってるんすか。テーブルシティ、学びの街、アカデミー、我が母校、ラララ。クソみたいな音楽歌ってる。わ、屋台がいっぱいだ、熱いの食べてって。口のトリコ、ガッガツガツ、うまいもんたち呼んでるぜ。熱いの同代だって、同人でしか聞かない。ピンちゃんもあるの。食べ方やっぱさ、エッチじゃない。トリコになっちゃったでしょ。これちょっと良くないって。俺の串のトリコになっちゃったかい。自分のチンチンのこと串って言うんや。また熱々食べに来てたから。やばいって。かけてるって。お茶しばかない。しばくって。失敗してるってナンパ。ナンパ失敗してるからってこっち見ちゃいよ。なんでそんな笑顔なん。なんか可愛いコール。君もスター団に入れば王子様のように輝けるのよ。え、可愛い。ほんと何なの君さ、仲間と眩しい青春を送りたくないの。別に、困ったな。大丈夫か。入団希望なら後でね。今お話中なのでね。私ら泣く子も笑うスター団、君は知ってるよね。知らんけどな、あのダサいやつ。知らない。もう何なのよ君まで、せっかくスター団に入ったのに。おしっこ漏れそうな猛暑してる。漏れそうだったら行きなよ早く。右の男うなずき、はいや。舐められっぱなしだと団の面目丸つぶれ。勝負するっきゃなくなくない。おお、わっ、お星さま。え、すげー、ゾウさんの部分でしょ。やばいって。入団します。ちょっとちょっと何やってんの。ネモンキューン、めんどくさいやつに見つかっちまった。もうダメだよマジロ、ポケモン勝負するなら私と。独占欲半端ないわネモちゃん。10分以内にライン返さないとめちゃめちゃメンヘラライン送ってきそうだな。超マル秘アイテムで解決しちゃえ。おテラスタル。え、これオサムに使えるってことかな。うわ来た、頑張れオサム。オサム何
味方が真ん前でやられてるのに後ろでバカ踊ってるんだけど、あいつ空気読めないでしょ。ありがとうございます、先行くんで。かわいいあの子、マジロ偉い、全校庭リスナーみたいな感じのこと言われた。あんま見ない顔、あの子も転入生かな。さていざこざも解決したし、いよいよ学校へ向かいますか。地獄の階段頑張って登ろう。まあ、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。次回、新入生の私、モテモテ、男の子がいっぱいアプローチしてきてどうしよう。そんな中ネモちゃんが激怒、束縛の行方はいかに、ということでお疲れ様でした。また次回も会いましょう。さよなら、バイバーイ。おかわいい。